階段を見るな、反町地蔵。あの二人、どうしていますかね。これは、聞いた話なんですがね。知人の姉妹がですね、新しい住居を探しているっていうんで、方々を探し回っていたんです。その中に、妙に安い物件があった。こういう時の安いっていうのは危ないってことと同義ですから、やめておけと老婆しながら忠告したんですよ。ところがこの姉妹、自称見える人でございまして、特にお姉さんの方が霊感が強いからと、肝が据わっている。妹さんは引きずられて見えるようになったとかで、まあ、頑として忠告に耳を傾けない。仕方がないんで、とりあえず現物を見に行こうかと相なりまして。ええ、その日3人で連れ立って、物件を見に行ったわけでございます。ドアを開けた時からもう良くなかった。それまで楽しそうにおしゃべりしていた姉妹がですね、幽霊が出たらギャフンと言わせてやるなんて笑っていた2人が、ピタッと口を聞くのをやめるんですね。妹さんの方はね、不安そうにキョロキョロとあたりを伺っているんですが、お姉さんは違う。こう、青ざめた顔でね、じーっと入ってすぐのところにある階段を見つめているんです。ああ、これは良くないな。ここにいちゃいけないなと思いまして、一旦外に出ようとしたその時でした。階段を見るな！大声ですよ。お姉さんの方がそうけ立つような声でそう叫んだんです。隣を見れば妹さんは何かを凝視していて、はっと我に返りましてね。お姉さんと2人、妹さんを担ぎ上げてその場から逃げ出したんです。それで、後になって、どうしたんですかとお姉さんに尋ねてみた。お姉さんはこう答えました。多分ね、親子だと思うの。お母さんと娘さん、階段の上のところに立っていて、顔は見えなかったけど、妹が視線を向けたとき、一歩、階段を降りてこようとしたから。だから叫んだ、なんて言うんです。普通だったら、ああ、これはいけないところだからなかったことにしましょうね、と。そういうことになるんですよ。ところがこの姉妹、何を考えたかその家に住むと言い出しましてね。それでですよ。ここから先は、本当に、聞いただけになるんですがね。妹さんはいつも1階で寝ていたそうなんです。布団に入る、すやすやと眠る。すると2階で足音がする。もちろんそれを見ていますから、親子の足音だってわかる。はじめこそイヤホンをつけて音楽を聴きながら寝て無視していたそうなんですが、毎度のこととなるともう生活の一部になってくる。慣れてくる。それである日のことです。仕事でクタクタになって妹さんが帰ってきた。シャワーを浴びて布団に入る。その日も同じように2階から足音が聞こえてくる。こっちは疲れている。なのにうるさい。眠れない。足音が聞こえる。眠れない。うるさい。たまりかねて妹さん、叫んだんだそうですよ。静かにしろ！って。するとね、ピタッと足音が止まって、シーンと家の中が静寂に包まれたんだそうですよ。ああ、これでやっと眠れるなって目を閉じたところで、ぎっしぎっしと音が聞こえる。階段を降りる音ですよ。一人分じゃない。互い違いにぎっしみっしぎっしりと何かが階段を一歩ずつ下ってきて、ああ、これはダメだと、妹さんは布団を頭からかぶった。でも足音は依然聞こえてくる。イヤホンも布団も点で意味をなさない。ガチガチと歯を鳴らしながら息を殺していると、いつの間にか足音が聞こえなくなった。ああ、よかった。と安堵して、布団から顔を出すと、そこには真っ白い顔をした親子がニターッと笑いながら、彼女を覗き込んでいたそうなんですね。それ以来、もう親子の幽霊は出てきませんでした。いえ、今はどうかわかりません。何せその姉妹は、音信不通になって、引っ越してしまいましたからね。今でもその家は、そこにあるそうです。ええ、あくまでこれは聞いた話ですけれどね。